どうも西田渡です。本日なんですけども、230万円のカメラを使う僕が5000円のデジカメを買った理由わけっていうところでね、お話してみようかなと思っております。激高激安対決っていうのでね、僕の動画の中でもね、なかなか面白いコンテンツに比較的なってて、まあ要はこちらですよ、ライカ M11。 最近もうネタ化してます。以前は220万円 VS 13万円ということで、M11 と 50mm のアポ済み、これ足すと220万円だったんですよ。値上がりして今230万円になってます。235万円ぐらい、まあ異常値ですよ。まあインフレですよね。でこの間は、以前の動画ではね、 EOS RP に RF の 50mm F1.8 をつけて13万円、で220万円と13万円、何が違うのかっていうところで、まあ実際のね、実写といいますか、作品をご覧いただきながら、まあこういうとこ違うよねと。なのであとはやっぱり軽さっていうところの、ほとんど軽さは一緒だけど、やっぱこの辺の描写違うよねっていうところと、マニュアルで合わせるカメラの良さってあるよねっていうところで、まあもう僕の中でも言わずもがな、230万円とか値段を超えて、やっぱりライカでしか撮れない表現はあるよねっていうところで結論がついてるとか、やっぱり今日はじっくりと物と真摯に向き合いたいなとかって思う時にはライカが飛び出てくるわけですけれども、5000のカメラ、5000のコンデジっていうところで、まあまずは何を買ったかっていうところですよね。何を買ったかっていう説明すらもいらないんですけれども、とりあえずなんかアマゾンで、イクシーデジタル落としました。実は以前もね、動画で、イクシーデジタルの20だったか25だったか、800万画素か1000万画素かっていうところでのデジカメを落として、すでに、ね、動画も出しているんですよ。で僕自身もこちら写真展東京などでもね、そのイクシーデジタルで撮った200万画素のデータをね、後ろにあります 785×515 ぐらいの結構大きい B2 サイズぐらいの出力にして200万画素で出してますっていうところの写真もあったりした中で、もう手放したんですよね。誰かにあげたか売ったか、売ったとかだったかな、ちょっと覚えてないんですけど、熟成の方にお譲りしたかなっていう感じなんですけれども、まあ今回またね、これ買ってみたわけですよ。ですね、今回は、以前買ったイクシーデジタル20、25よりもちょっとね、後のシリーズですかね、1、2年ぐらい後なのかな、イクシーデジタル 220IS ってやつで、まあ調べてたらイメージスタビライザーが入ったっていうカメラなんですけど、120g ですよ。で起動、あとはまあ要は押すだけですよね、押すだけ、はい、こういう感じです。押すだけでございますっていう感じで、まあストロボも自動的に発光したりとかして面白い効果が狙えますけれども、じゃあまあでももう230万円のカメラ使ってんだから、5000円のデジカメをあえてなんで使うのっていうところの今日は解説になるわけですけれども、これがね、2008年だったかな、なので今が2022年なので14年前ぐらいのカメラで、中身 CCD ですね、 CMOS センサーではなく CCD っていうところで、今日はね、実を言うと若い方に向けてのお話をちょっとするっていうところでね、このコンデジの有用性っていうところのお話をしたかったわけですよ。何かと言いますと、今の若い方って意外とね、デジカメを買いますってなった時に、まあ僕の動画とかをご覧いただいている皆様とかだったら、まあもちろんやれソニーだとかニコン、キャノンだとかって言って、ミラーレス一眼だとかって言って、まあ僕も基本的にはカメラガチでやるんだったら50万必要ですっていうのは言ってるんですけれども、今の、まあ、Z 世代とかあえて言いませんけれども、20代10代の方とかになりますと、いきなりカメラを始めるってなった時にフィルムカメラから始めてらっしゃる方が多いんですよね。逆になんですけども、デジカメをガチで買おうとすると、さっきも言ったように50万とか必要なわけですよ。とか逆に10万ぐらいの、まあ変な話ですけど、中途半端なデジカメ買ってしまったとしても、ぶっちゃけデジタル写真っていう風になった時にはスマホとか iPhone にかなわないよねっていう時代にも入り始めてる時に、逆にコンパクトカメラ、コンパクトフィルムカメラを1万円とか2万円ぐらいで買って、もちろんフィルムとフィルム台の現像とのランニングコストはかかるんですけれども、トータルコストで言うと、そんなめちゃくちゃバシ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 僕のようにね撮らないのであれば、フィルムの方が楽しいじゃん。しかもそのデータで上がってくる雰囲気自体が、まあそれこそおしゃれフィルターをかけたようなノイズ感粒子感とかっていうところでいい感じじゃんっていうところで、フィルムカメラ、フィルムコンパクトカメラとかで始める写真っていうところが若い子がスタートするっていうのは、なるほどなと思ったわけですよね。要は初期投資が少なくて済むと、でその代わりランニングコストはかかっていくと。ですがだんだんとフィルムカメラでハマり出してからで、デジタルにじゃあ移行しよう、じゃあデジタルに移行するときに、やべえ
50万円とかマジ用意できないよと、30万円20万円もきついよってなった時に、じゃあフィルムのテイスト、フィルムで一番困るのはおそらく本気でハマり始めたらランニングコストかかりますよね。ネガフィルムも今じゃ高くなってますよね。1本1000円から1500円、そしてフィルム現像24サブロックあんまないかな、僕らの時代はね36枚撮りサブロックとかやってたんですけど、24サブロックだいたい24枚撮りだと思うんですが、それをまあコダックのゴールド200とかね、そういうの買って現像してとかってしても、だいたい一発データ化だと思うんですけども、ネガ原始データ化、そういった時にはだいたい2000円ぐらいかかるはずなんですよね。じゃあまあ20本とかしたら4万とかなるってなると、だんだんとコンデジ買えるよねってなってくる時に、僕がなぜこのね14年前のイクシーデジタル CCD をおすすめするかっていうと、この10年ぐらい前とか14年ぐらい前のデジタルカメラっていうのはですね、まだまだデジタルデータの創世期だったので、まだまだ十分にフィルムカメラとデジタルカメラが併用されてた時代なんですよね。なのでこの時代のね10年以上前のイクシーデジタルとかですと、キャノンの色出しっていうところも、キャノンはもともとカメラメーカーではあるんですが、コダック、富士フィルムのようなねフィルムメーカーじゃないわけですよ。なので何々風っていう形で、まだまだキャノン自体も結構色がね迷っていた時代なんですよね。僕のイメージだと、まあキヤノンの EF レンズにコダックを入れたような雰囲気だったりとか、富士のプロビア風な、キヤノンの EF レンズと富士のプロビア風みたいな感じのイメージだったりとかっていうところで組み合わせが来てたんですけども、いずれにせよまだまだキヤノンが迷ってた時代で、とにかく色作りっていうものに関してはまだまだフィルムライクな形をどういう風にしたらネガフィルムのようなとかポジフィルムのような雰囲気を出せるかっていうところを追求していた時代のこういったカメラなわけですよね。そういった時に、まあいくつかね作例も撮ってきたんですけれども、比較的すぐにノイズが出てくるっていうことで、例えばこういったお写真、ショーウィンドウとかでねこういった風に撮った時とかに関しましても、やはりちょっとね解像感がガッチガチじゃないわけですよ。そういった時にやっぱちょっとネガっぽいっていう雰囲気わかります。さらに言うと、まだ当時ですとね、これ例えばですが、まあうちの娘とかなんですけども、日付が入るわけですよね。日付2022年6月10日っていうね。だから例えばなんですが、もう一個見ていただきたいのがこちらとか、ご覧いただけますでしょうか。渋谷のセンター街撮っているんですけれども、右下にね2022年6月10日って入ってますよね。まるで一瞬見た時には昭和のような雰囲気の写真を撮れながらも、よくよく見ると奥にヒカキンさんがいて YouTube6 ヶ月無料とかね書いてあるわけですよ。とかね、サンロッカーズとかっていう書いてあったり、例えば COVID-19 ストップとか書いてあるので、明らかに2022年6月10日なのに、なんかちょっと懐かしい表現ができたりするっていうところで、こういったねギャップの描写も狙えていくと、本当に撮るだけで、逆に言うと昔懐かしいネガの雰囲気をそのまんま、これ5000円で買ってますからね、4980円で買っているので、まあ一応概要欄にも貼っておきます、このねイクシーデジタル220っていうね、今はイクシーだけになってるんですが、当時は、ね、イクシーデジタルっていう風になっているんですよね。まだイクシーってねフィルムがあったんですよね。イクシーのフィルム版 APS フィルムとかでねっていう時代なので、イクシーのデジタルのバージョンになると CCD で、先ほどねご覧いただいたような形の本当にちょっと懐かしい感じのネガライクなっていうか、フィルムライクな、映るんですよ撮ったかのようなとか、フィルムを入れたねコンパクトカメラで撮ったかのような表現ができる上に、要はランニングコストがかからないわけですよ。先ほど申し上げた一発フィルムで24サブロックとか現像すると、まあ大体2000円から3000円かかるところが、これだと5000円で買ってしまえば、もうそのまんま自然なねその時の懐かしいフィルムのような描写ができるということで、まあ、僕はかなりいろいろなカメラでねコンデジャーをおすすめしてます。例えばこちら SX740HS とか RX100M7 とか、最近ではこちらですよ G9X M2 とかね、この辺の1インチコンデジってものに関してはむしろ、EF の描写、まあどっちかというともう一眼レフデジタル、一眼レフデジカメあたりの描写っていうことになるので、もうデジタル自体の高精細な描写がね可能なわけなんですよ。ですがこの14年ぐらい前のデジタルカメラになりますと、むしろ昔のフィルムカメラの時のデジタルデータっていうところに置き換えられますのでね、そういった意味では、フィルムから、若い方とかね、フィルムライクな絵が欲しくて、でもフィルムをいちいちデータ化する、データ化したとしてもデータ小さいですよね。例えば北村で現像してデータもらいましたとかって言っても、
まあ、データサイズどれぐらい ?600 万画素とか多分そのぐらいですよね。となるとやっぱ印刷とかでガチで使うぞってなってくるとちょっと厳しいと。まあ僕の場合200万画素とかではあのぐらい伸ばすから、まあ、問題はないはないですけども、逆に言うとこれだと一応1200万画素あるのかな。例えば4000ピクセル ×3000 ピクセルぐらいあるわけですよ、これだとね。そう考えた時にはで 120g ね、でいきなりデジタルデータ 5,000 円で買ってもうデジタルデータに置き換えられる。その上でちょっとネガライクっていうかフィルムライクな描写ができるっていう、その絶妙なラインを僕はあえてね、こういった230万円のカメラはこれカメラで使ってます。まあ、こういった感じでね描写見ていただくとめちゃくちゃ高精細ですよね。これはカラー部関西で、やっていこうとしているようなね撮影なんですけども、こういった感じの、通天閣の夜景だったり、もう一個ねこちらのような形で、梅田の、まあ、ビル群っていう感じですね、白母の夜景みたいな感じで、まあ明らかに先ほどご覧いただいたこちらの描写とは全然違いますよね。ということで使い分けです。まあこれはこれでまた、R3 や R5 などを使うとまた違う描写も生まれてきますし、こっちはマニュアルですからね。なのでカメラっていうのはですね、本当にハードウェアをかなりいろんな形で使い分けることによって面白い表現ができますよっていうところがね、今日は一番言いたかった話。なので230万円のカメラも絶対に必要ですが、こういった5000円のカメラを使ってできる表現っていうのもあるっていうところで、一番究極なところはですね、これはもちろん JPEG しか撮れません。でもちろんですが、こういった、ライカのデジカメとかになるとローデータっていうのが撮れます。ですがローだろうが JPEG だろうが、今回ご覧いただいたデータのようにね、データの補正の知識、ここがありますと、正直こちらのね5000のデジカメだろうが230万円のデジカメだろうが、実際のねアウトプットっていうところで自分の知識がきっちりとあれば、出力外に出してみんなに皆さんに見ていただくっていう意味ではね安定するんですよね。なんでこの辺は、メンバーシップ、西田塾のメンバーシップですね、ロー現像ですとか、例えばデータのね加工っていうものはこういうふうにすればこういうふうな出力ができるんですよ、こういった気持ちだからこそこういうふうにデータを追い込んでアウトプットするんですよっていうところを細かくね、僕が今回ご覧いただいたような作品のねデータ加工の模様とかは西田塾でやっております。画面をキャプチャーして、キャプチャー1でねローデータそして JPEG とかを色補正かけていってる模様をこと細かにね解説してますので、興味がある方はぜひともね西田塾にご参加いただきつつ、なので5000円のデジカメだろうが230万円のカメラだろうが、究極は自分自身のね、ロー現像といいますか、データを追い込む知識があれば、いかようにでも展開できる。で、その上で、ハードウェアを選んでいくということですよね。フィルムライクな、本当の意味でのフィルムライクな表現が欲しければ、デジタルデータとして、当時、まだフィルムが残っていた時代のカメラを使えばいいっていう結論ということになるわけですよね。これが値段が安いから使っているのではなく、その当時のフィルムライクな雰囲気が欲しいっていうのであれば、当時の CCD 使っちゃって、そういった色補正というかね、色が出てくるカメラを使っちゃう方が手っ取り早いという、お話になっておりますというところです。参考になれば幸いです。ぜひともね、若い方、そしてフィルム写真から入りましたとか、フィルムの表現も大好きなんですよ自分っていう、その上でソニーとかね、キヤノンとか、もう R5、R6 とかの最先端の描写、一番美しいね、本当にガラス一枚、表面がかったようなね、本当に高精細な描写も知りつつ、ですが、ネガライクな描写が好きなんです。ですが、ランニングコストがかかって困るなーって思ってる人とかは、今日ご紹介したね、14年前ぐらいのデジカメ、イクシーデジタルとか、まあ何でもいいです。結構前のデジタルカメラを買って、コンデジとかを買って、出力してみる。これをすることによってね、また新たな表現の幅が、そして手法がね、得られますから、ぜひとも参考になれば幸いです。またね、後日この動画が面白いと思っていただけましたら、この5000円での、この5000円のカメラで撮ったね、Vlog といいますか、渋谷の街撮ってきたんですよ。その時の模様とかもね、もしも興味がある方があれば動画にしようかなと思っておりますので、ぜひコメント欄でね、見てみたいですっていう風にいただけますと励みになって、またよし、じゃあ作ってみようっていう風になりますし、作例もね、そちらの方でより多くね、今日ちょっと一瞬ご覧いただいた作例をね、もっと多くご覧いただけると思いますので、ぜひともね、コメント欄にて、励ましのお言葉見たいですっていう形でいただけると幸いです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。